昨今の日本は昨年度の2023年度分から防衛予算案の大幅な増額施策が打ち出され、政権を運営する現在の岸田内閣は2024年に入ってなお、支持率の低下は指摘されつつも、大枠の防衛政策については国民の支持を失ってはいないと感じられるよね。岸田内閣が打ち出した防衛予算案の増額は、2023年度分から2027年度分までの5年間の累計で総額およそ43兆円規模となることが試算されており、冷戦時期より不分立とされた領域の拡大に踏み込んだと言えるだろうな。今回はそんな防衛予算の大幅な増額の中心であるスタンドオフミサイルについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、冒頭の続きだけど、日本の防衛予算は対 GDP 比で 1% 以内に収めるとする不分率。当時の歴代の政権が示してきた指針ではあったけど、今の日本を取り巻く安全保障環境の下ではその堅持を期待することは甚だ困難と一部の関係者からは目されてきたんだ。かつての東西の冷戦時代に日本の最大の仮想敵国は言うまでもなく旧ソ連であったけど、今のその地位は中国になっており、その軍備の内容や数は前者を上回っていることは明白であり、日本も対応を余儀なくされたと言えるだろうね。中国の軍事力の脅威は、1980年代には旧ソ連とアメリカ、1991年の旧ソ連の崩壊後には現ロシアとアメリカとの間で交わされた、複数のスタート戦略兵器削減条約という軍縮条約に縛られなかったことで大きく増加したよ。そのタイミングで旧ソ連、現ロシアとアメリカとが中距離打撃兵器の開発を制限する中、これに縛られなかった中国は準中距離弾道ミサイルでかつ対艦弾道ミサイルである DF-21 等のミサイルの配備を1991年から進め、同ミサイルはすっぽりと日本全土を射程距離内に収めているな。その後も中長距離打撃兵器である複数のミサイルの配備を加速させる中国に対して、日本はここに来てようやく敵の防空兵器の射程距離外から攻撃が可能なミサイルをスタンドオフミサイルと位置づけ対応を進めているわけだ。政治的には長距離打撃兵器であるミサイル類は、かつて敵基地攻撃能力と称されてきたものを反撃能力と言い換えるなどの方策で、自衛隊への配備を容認する形として進めており、反対勢力への理論武装も並行している状況だぜ。そうしたスタンドオフミサイルの代表例としては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達する計画や、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型の開発などが大きくマスメディアの報道でも取り上げられるなどしているね。そんな状況下でこれらトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型などは、対地及び対艦攻撃を想定した兵装だけど、長距離防空を担う兵装として段階的な開発が進められているのが丸3式中距離地対空誘導弾のシリーズとなっているよ。丸3式中距離地対空誘導弾は、2003年度に陸上自衛隊の装備品として正式化された中距離での防空任務を担う地対空ミサイルシステムで、胴体内での通称は中サムと呼称されている、すべてが国産の兵器だね。この丸3式中距離地対空誘導弾は、三菱電機社がシステム構成の取りまとめを担い、ミサイル本体は三菱重工業社、レーダー類は東芝社が製造を行っており、陸上自衛隊の編成の1個軍用のコストは一式でおよそ470億円とされているぜ。これは同様の用途の兵器である、元がアメリカ製のペトリオットパック2と比較した場合、およそ 45% ほどの費用の低減が実現された形であり、間違いなくコスト面では国産化の効果が反映されたものと言えるだろうな。丸3式中距離地対空誘導弾はミサイル本体を6発で1組としたキャニスターに収容し、これを搭載する装輪式の車両の2台から垂直に発射する型式が採用されており、運用に必要なスペースの確保も従来品より自由度を増加させているよ。気になる丸3式中距離地対空誘導弾の有効射程距離だけど、陸上自衛隊として公には数値は未公表ではあるものの、2014年に千葉県の下志津駐屯地にて開催された催しでの説明や、
アメリカで実施されたテストの結果からは少なくとも 60km を超えると推察されているんだ。2017年度の防衛予算からは発展型である03式中距離地対空誘導弾改善型の調達が開始され、こちらは敵の低空を飛翔する巡航ミサイルや、高速度の空対地ミサイルの迎撃能力を加え、友軍とのデータリンク能力も向上されたと目されているね。この03式中距離地対空誘導弾改善型は、2015年にアメリカ本土のホワイトサンズミサイル実験場において実写テストが行われ、巡航ミサイルに見立てた標的10発すべての迎撃に成功し、その中には低空を超音速で飛翔するものも含まれていたというぜ。そのためアメリカ側も03式中距離地対空誘導弾改善型の迎撃能力は非常に高いと評価したとも伝えられており、この情報を聞き事実と考える限りにおいては、かなり優秀な地対空ミサイルシステムだと感じられるな。現状では03式中距離地対空誘導弾をベースとしたシリーズの発展型は、1、2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾、2、2026年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上早期研究開発分、3、2028年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上新規研究開発分、4、2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型があるらしい。この中で2の2026年に開発が完了予定の03式中サム海能力向上早期研究開発分と、3の2028年に開発が完了予定の03式中サム中サム海能力向上新規研究開発分は、従来の地対空ミサイルシステムの性能を向上させた発展型ってわけ。これらは主として今の日本の最大の仮想敵国となった中国に対抗するべく、主として中国軍が配備を進める新型短距離弾道ミサイル SRBM 及び、極超音速滑空体 HGV を迎撃することを目的として定め、段階的にこれらへの対処を図るものだろうね。費用の上ではこれらには2023年度分の防衛予算の中ではおよそ758億円が計上されており、これはもともとの事前の事業評価の段階ではおよそ598億円が見込まれていたこともあり、かなり大きな投資を行おうとしていることが感じられるよ。ついで残りの1の2023年に開発完了予定の新艦対空誘導弾と、4の2031年に開発が完了予定の新艦対空誘導弾能力向上型についてであるが、こちらはベースである3式中距離地対空誘導弾を海上自衛隊の艦艇に搭載する型式に応用するものとなるようだ。これら一連の新艦対空誘導弾は通称として ASAM の名で呼称されているが、既存の海上自衛隊の護衛艦に搭載することで、敵の航空機や対艦ミサイルを迎撃するための長射程の兵装として運用することを念頭に開発が行われているぜ。新艦対空誘導弾は対象となる護衛艦の VLS 垂直発射艦から運用されると想定されており、ミサイル本体はベースである03式中距離地対空誘導弾階からレドームに変更が加えられ、誘導に必要なデータリンクとブースターが追加されている模様だな。こうした新艦対空誘導弾の実用化について、元自衛隊で左官を務め、今は数々の自衛隊への評論をマスメディアに発表している人物が、もともと地対空ミサイルシステムであったものを艦艇搭載用に変更を加えたことについて疑義を呈する意見を述べているね。その結論は、もともと地対空ミサイルシステムとして開発された03式中距離地対空誘導弾階がベースである以上、新艦対空誘導弾は艦艇を目指して低空で飛翔する敵のミサイルの迎撃には不安が残るというもののようだな。個人的にはこの人物の指摘が確実に誤っていると指摘することもできないけど、正直いくら日本や自衛隊が準備不足の側面が否めない点もないとは言えないとはいえ、そんな不安なものに多額の予算を投資するとは思いたくないね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。